さあ、ではさあ、ショーコレでございます。もうじきツタヤにツタヤツタヤに着くよって言おうと思ったらツーでツタヤって言っちゃった。あ、ちなみにあれです、 CD を借りるのは T ポイントがあるんですけど、レンタルの有効期限が切れてるんで、それはどうやって補えばいいんでしょうか。ポイントで払えるのかな、それとも自分で払わなきゃいけないのかな。なっそ、あれ、あ、これ偽物の線か、間違えたけど、いける、ないしょ、着いた。はい、着きました。ちょっと行ってきます。さあ、ではさあ、ショコラでございます。帰ってきました、帰ってきました。そして借りてきました。今ね、一番目の前にライトが点灯しておりまして、非常にいいライティングでございます。ツタヤで借りてきました。私の29年間生きてきた青春を共にしていたのかどうかわからないが、とりあえず気分転換のために借りてきたもの。まず1個目、50音順にね、ずっと調べていって、まずヒットしましたのが、こちら、大塚愛、I am best。 大塚愛さんの曲を聴くのは初めてでございます。これはね、昔はすごい嫌いなタイプの顔、話し方でした。だけど、なんか、なんだろうな、なんか YouTube か何かのおすすめの映像で今の大塚愛さんが出てきてて、なんか、あ、大人になったなと思って、って関係ない話をしましたね、今ね。どうでもええっちゅうにね。はい、次、これは全く関係ないんですけど、最近あの LINE アットでも僕自動返信に入れてるんですけど、今更ながら軽音にハマっておりまして、軽音の放課後ティータイムの、何、ベストじゃないね、放課後ティータイム2というわけです。はい、これはちょっと脱線しました。昔を振り返ってないが、ゆいちゃんの声で元気になれるのかなと思いまして。はい、次、非常に年季の入ったパッケージ、わかるかな、このなんかスレスレ感、カトゥーン、まだ6人います。高校卒業して社会人ぐらいの時に何を聞いていたのかとかは全く覚えてないし、だけど頭の中に残ってるのはカトゥーンなんですよ。カトゥーンはなんかその時、なんだろうな、ザ・アイドルっていう曲を出してなかったんですよね。ビーズの人が作曲したりしていましたよね、リアルフェイスか次の曲で。なんかちょっとね、ちょっとカトゥーンも今狙ってんですよね。ベスト・オブ・カトゥーン、はい、ベスト・オブ・カトゥーン、ちょっとベストの内容リアルフェイスぐらいしか分かんないんですけど、はい、次、浜崎あゆみ A ベスト。これはとっても勘違いをしていましたね。髪の毛でおっぱい隠してるのはセカンドアルバムらしくて、ベストってなるとこの黒あゆが、黒あゆ違うな、モノクロあゆが涙流しています。悲しいね。はい、そして最後、これ全く記憶から抜けていたんですけど、キック・ザ・カン・クルー、キック・ザ・カン・クルー流行ったね。2001年から2003年、ベストアルバム2001から2003ってなってるんで、僕が中学校ですね、まるまるね、違うか、まあまあでもそれぐらいの時だと思います。曲を、まあ、マルシェはもちろん、その辺カンケリとかね、地球ブルースとかアンバランス、なんかこの辺は多分聞けば思い出すであろうということで、この5枚を借りて、そして、レンタルの更新をしてきました。以上です。はい、皆さんあるあるだと思うんですけど、こうやってね、夜に車の助手席に置いて家に帰ったら、ああカバンの中に入れるの忘れたわっつって、もう一回車に取りに行くときあるでしょう。そのためにね、こうやってちゃんと入れておきますよ。はい、帰りますよ。さあ、今日はこの5枚を iTunes に入れながら編集作業を頑張り、取りだめ作りだめ行わないといけないので、ちょっと頑張りたいと思います。はい、ではショーコレでございました。暗い中本当にありがとうございました。また明日。